こんにちは。 Google ドキュメントが音声入力に対応しました。前回の動画で、そのパソコン版についてお話をしました。今回はね、スマートフォンでその Google ドキュメント、音声入力を試してみたいと思います。ただし、この使っている au のスマートフォンなんですが、スクリーンレコードを使うと、音声入力できませんので、別の方法でお話をしたいと思います。はい、 Google ドキュメント開きます。はい、新規ボタンタップします。新規ドキュメントファイルタップします。はい、これで、入力できますが、音声入力は通知領域を開きます。で、入力方法の選択タップします。ここで、Google 音声入力をタップします。はい、これで音声入力できます。 Google ドキュメント音声入力です。かなり認識率が高いのですが、どうでしょうか。はい、そして、タップして一時停止。はい、文章を読んでみます。はい、これで音声入力できます。 Google 音声入力です。かなり認識率が高いのですが、どうでしょうか。そしてタップして一時停止。はい、バッチリ完璧に、文字変換しています。再開する場合にはタップして音声入力を開始、ここをタップします。はい、この、音声入力かなり、使えるかと思います。ぜひ、試してみてください。はい、ということで今回は、スマートフォンの Google ドキュメント音声入力についてお話をしました。かなりね、これ使えると思いますんで、ぜひ試してみてください。それでは失礼します。